開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。今日はアウトサイダーズキッチンに来ております。食に携わり美味しいものが作れるようになりたいっていう思いでね、今料理修行中の身なんですけど、まあまあ下手くそだという話でね、こうタイランドから直々にオムライスが下手くそすぎるっていうお手紙いただきました。ひどい、卵は軽やかに、ギタリストが自分の指を見ずにいい音を作るように、帰る可能性を秘めた命に感謝し割り、慣れた手つきでまず割れるようにな、絵が撮れるようになりなさいっていうことですね。両手で、右手だけじゃなくていいよって、まあやっぱりフライパン磨けって話だね。で、油は油専用の瓶に入れなさいみたいな、そんな内容のお手紙を、タイからいただきまして、まああのオムライス、まず僕にとってね、こう養鶏やって卵があるので美味しいオムライスを作りたいっていうのがまず一つの段階なんですけど、まあフライパン焼けっていうねアドバイスをいろんな方からいただいて、ひとまずひとまず、やります、焼きます。なんか YouTube で動画も見ました。焼いてすす落として油敷いてって感じなんだよねきっと、まずやってみます。おいしい、いまいち、おいしい、アウトサイダーズキッチンサンタのところ。フライパンね、なんか 2種類、これと大きいのと小さいのね、なんかフランスの有名なメーカーだ、相変わらず汚いね、手入れが悪いねっていう話をいただいて、やっぱりね親父の遺品なんですけど大事にしようかなとなおさら思いました。まあ下手くそなんだから、ひとまずカッコつけないでテフロンのやつ使えっていう方が何人かいて、その通りだなって思う。テフロンの方がやっぱりやりやすいし、ちょっとねこの角度がもっとついて、角度がきつい方が作りやすいっていう話をねもらいましたね。ね、なんか今道具増やしたくない、こう断捨離断捨離って思いでね、なんか物増やしたくないなっていう思いがありつつも、まあそんな高いもんでもないし、テフロンの22センチくらいのフライパン買っちゃおうかなとちょっとだけ迷っております。まあでもまず今あるねこのやつを、これひどいね、一回はこれ洗うか。まずこれから火につけます。サンタのところ、家庭用のガスコンロでね、フライパン焼き切ろうと思ったんですけど、勝手にね温度が下がっちゃうんで、ガスバーナーでやるっていうね、記事をネットで見かけたので、それに真似してねガスバーナーで炙ってこの汚れを落としていこうかなと思っています。
フライパン磨いております。だいぶ良くなったんじゃないかなとは思うんですけど、まあ僕何事に対しても割とそういう傾向があるんですけど、思ってた以上にこう時間や労力がかかってしまうっていうことがよく分かってないんですよね。結構大変でした。まだもっとやりたいんですけど、ね、限られた時間の中でね、いろんなことをこなしてるんで、こっちなんかだいぶ手抜きでね、もっと磨けるなと。ね、最初、ね、家庭用のコンロでやったらすぐね、なんか熱くなると自動的に温度下げちゃうんですよ。なんでなんかうまくいかないんで、ガスバーナーでガーッとやっあの火で焦げをかあの炭化させて、汚れを炭化させて、でその後ちょっと金ブラシでやったけど、結局ね粗めの紙ヤスリが一番良かったかなと。でね、40番から始まって150番にして、最後400番にしてみたいなことやって、ただどうしてもやっぱ2つやりたかったんでね、こうだんだん後の方になると、雑になってきちゃって、1個1個なんだね、こんなに労力かかるなら2つやろうとは思わなかったんだけど、なんせね初めてのことなんでね、そういうことあるよね。これからねまだクレンザーでもう一回磨いて、その後また焼き入れ入れて、その後また、オイルを染み込ませるという作業をやっていきます。クレンザー、白樺クレンザー、長野県佐久間市、佐久市鉄のフライパン磨きました。まあまあ
良くなったんじゃないかなと思います。もうちょっと、やりたいなっていう思いもありつつもね、結構時間労力かかる作業だっていうことが分かったので、今度は一個ずつね、きちんと向き合って、やりたいなと。他にもね、フライパン、家のフライパンもあるし、やっぱ磨くのって意外と楽しいなっていうのが実感で、綺麗になると嬉しいし、ちょっといろんなものを磨きたいなと思いますが、なかなか労力が、時間と労力がかかる作業でもあるなというのでね、どうやってどこに時間を作るかなっていうことも課題として出てきました。でも楽しく、いい作業ができたんじゃないかな。よし、次はまたこの新しく、シーズニングし直した、シーズニングって確か言うと思うんだけど、このフライパンでまた、オムライス修行を続けたいと思います、ね、今度は講師とかね迎えてやれたらいいかな。やっぱり手取り足取り教えてもらえるとね、ありがたいですね。あのね、ひっくり返してこう、こことここはうまくくっつかないんだよね。ドームにならないんだよね。悔しいな。頑張るぞ。開拓田舎暮らし、伊藤サンタです。サンタのところでは、目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬、無肥料で育てています。その果実を使って道産の天才糖だけを加え、ジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。